こんにちは、ビーガンレストランアインソフオーナーの白井由紀です。このチャンネルではお肉、お魚、乳製品、卵、蜂蜜などを使っていないレシピやグルテンフリーレシピ、そしてオンラインショップの新商品やお店の情報を発信しています。今回は豆腐ビーガンティラミスを作ってみたいと思います。 YouTube をご覧いただいている方からリクエストいただきまして、ティラミス、アインソフでも長年販売してるんですけれども、ご家庭でも手に入りやすいような材料で今回考えてみましたので、早速一緒に作っていきましょう。それでは材料のご紹介をしていきます。まず最初にこちらが絹豆腐、こちらがココナッツミルクですね。缶の状態で一晩以上冷蔵庫で冷やしていただいてから、ご用いただければと思います。とこちらが濃いめのコーヒー、てんさい糖、カカオパウダー、バニラオイル、こちらがビーガンのダークチョコレートになります。あとこちらお好きなですね、ビーガンクッキーですとかビスケットをご用意ください。今回はアインソフのメープルクッキーをご用意しています。それではココナッツミルクですね、一晩以上冷蔵庫で冷やしていただいたもの、ここからココナッツクリームを 150g 取り出していきたいと思います。開けるとこんな感じで脂肪分が上に溜まってると思いますので、これをスプーンですくい出して計量していきます。はい、こんな感じで、ちょっとふわっとはしてるんですけども、油分の部分だけもうクリームみたいになってますね。ちょっと柔らかめかも。メーカーさんによってちょっと状態も本当に様々なんですよね。なんですが、こんな感じで 150g、ギリギリ取れると思います。それでは材料をフードプロセッサーに入れて攪拌していきます。まず、絹豆腐なんですけれども、キッチンペーパーで30分ほど、水切りしたものをご用意ください。まずじゃあ絹豆腐を入れていきます。こちらは先ほどのココナッツクリームの部分ですね。ココナッツクリームはですね、今回は缶詰で、上の部分をすくって使ってるんですけれども、ココナッツクリームだけで、売ってるものも、よく紙パックみたいなの入ってるのも売ってますので、そちらを使っていただいても大丈夫です。次にてんさい糖、こちらがバニラオイルです。それでは材料入れましたら滑らかになるまで攪拌していきます。絹豆腐のつぶつぶが残りやすいですので、しっかり攪拌していただいて、こんな感じのテクスチャーで完全に滑らかになるまで回してください。それでは先にビーガンクッキーをご用意いただいて、コーヒーに浸していきます。ちょっとこうそのままではなくて、砕いて、こんな感じですね、こんな感じで砕いて出していただけるといいと思います。これでコーヒーを注いでいきます。少しずつ浸していきます。でフォークなどをご用意いただいて、ちょっとこう崩していく感じですね。こんな感じで潰していきます。柔らかいと簡単にこのビスケットの場合は潰れるんですけども、いろんなメーカーさんのいろんなクッキー、ビスケットがあると思いますので、コーヒーの量を加減していただいて、ちょっとぐちゃぐちゃにはなりすぎないような感じで様子見ながら潰してみてください。こんな感じ、これぐらいですね。ちょっとまだこうグズグズにはなりすぎない感じで、もう潰せる柔らかさにはなってるんですけども、ドロドロにならないように気をつけてください。今回は、イタリア式のティラミスみたいな感じでバットを用意していただきまして、こちらに作っていこうと思います。先ほど潰しましたクッキーですね、コーヒーに浸したクッキーをここに敷き詰めていきます。これ層にしていきたいので、まずこれ一番下にこんな感じで敷き詰めていただくんですけども、半量ぐらいずつこちら取っといていただいて、こんな感じのヘラで伸ばしていただくといいかと思います。先ほど作りました豆腐ココナッツクリームを敷き詰めていこうと思います。この上にまたクッキー生地を乗せてというふうに層にしていきますので、だいたい半分以下ぐらいにまずは敷き詰めていきます。ではこれぐらい敷き詰めましたら、次に、これダークチョコですね、ビーガンの、アクセントにパラパラっとここに入れていきます。カカオニブとかあれば
それでもすごく大人っぽい、ポイントになるかなと思います。これこれからまた冷蔵庫でですね30分以上冷やしていただくと、この間ご紹介したチョコプリンみたいな感じでよりティラミスっぽくしっかりと出来上がっていくと思いますので、後でまた冷やしていこうと思います。それではまたこのクッキーの層を重ねていきます。クリームがすごく柔らかいのと、このクッキーの方もコーヒーに浸して柔らかくなってますので、こんな感じでトンポトンとこう落としていく感じで、アメリカの、クッキー道みたいな、焼く前の生地みたいな感じで、こういう感じで層にしていただければいいかと思います。でまた再度ですねクリームを層のようにのせていただいて仕上げていきます。でさらにこちらアクセントにまたダークチョコをかけていきます。ではこれをですね冷蔵庫で30分以上冷やし固めていこうと思います。ちょっと何かこう蓋をして冷やしていただくといいと思います。ココアパウダーを茶こしに入れていただいて仕上げていきます。はい、できました。すごいプルプル。それでは早速試食していきたいと思います。いただきます。うん、あー美味しい。すごいクッキー生地とクリームの部分がマッチしてて香ばしくて、クリームはほんとクリーミー。豆腐で作ってるんですけど、ほんとこれは豆腐臭さがないですね。あとチョコがアクセントになってるんで、口の中でこうちょっとこうプチプチ当たる感じが美味しいですね。なんかご家庭で作って食べる、すごい食べやすいので、アルコールとかも入ってないし、お子様に向けてのちょっとしたおやつとか、夜お食事の後大人同士で食べるデザートみたいな感じで、クリーミーなリッチな仕上がりになってると思います。今回のポイントなんですけれども、クリームがですね今日はちょっと30分ほどしか冷やしてないんですけれども、一晩冷やしていただくとより固まってティラミスらしくよりなるかなと思いますので、長めに冷やしてみてください。あとクッキー生地をコーヒーで浸す時ですね、コーヒー一気に入れないでダバーっとなってしまうとドロドロになってしまいますので、様子を見ながらちゃんとこう固まるような水分量で作ってみていただけると失敗なく作っていただけるかと思います。この動画の概要欄に今回のレシピが出てますので、ぜひチェックしてみてください。今回もですねティラミスコメントでご要望いただきまして、レシピを考えさせていただきました。またこんなレシピ知りたいとか、作ってみてこうだったよみたいなのがあれば、ぜひコメント見て書いていただければと思います。私も一個一個全部見て、チェックしてますので、見るたびにすごく嬉しくなってます。ぜひ書いていただけたら嬉しいです。チャンネル登録や高評価ぜひよろしくお願いいたします。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。